みなさん、こんばんは。今日は土曜日で、私はお仕事頑張ってきました。実は昨日ね、ちょっと島パト行って見つけてしまったんですよ、これ。まずはこっち、田中里奈さんのフォアジャケットなんだけど、これ最初欲しくて買いに行ったんだけど、私のサイズがなくてね、違うタイプのを買ってきたんです。そしたら昨日行ったらね、あったのよ、私の好きな LL サイズのが。なので、この田中里奈さんのフォアジャケット使ってきちゃいました。それとこちらも見つけちゃったんですよね、ゆみさんのアプタルなのかな、コート、一重のコート。これなんか分かんなかったのね、こういうのあるって。なんか着てみたらぴったしだったんで、こちらも買ってきました。 L サイズでも着れたのでこちら買いました。もうおいゆみさんとおいりなさんとしてきてしまいました。でもこれから重宝するアイテムだと思います。それからこちらの襟巻きを買いました。ミッフィーちゃんのなんだけど、とっても風合いが良かったので、ちょっとこれ買ってきちゃいました。巻くときね、このタグ見えないようにしてみようかなと思います。あと手袋もちょっと分厚いてるやつ買ってきました。これはスマホ対応になってます。今ねウォーキングに凝ってるので、やっぱりお手手が寒いので手袋欲しかったので買いました。あとね、島村さんって面白い商品あるよね。白いブーツに合わせたくて、長い靴下欲しかったんですけど、ハイソックスね、ビトン柄になってるんですよ。これビトン柄もどき、とっても可愛くてお気に入りですね。島村ってほんとすごいな、面白いです。はい、それでは以上、島村で買ってきたものの紹介をいたしました。それでは皆様、いつも最後まで見てくださってありがとうございます。私はまた明日もお仕事頑張ってきます。ではおやすみなさい。またねー。